ず、僕は後払い600円とか小銭であってね、券はなかったもんね。勝手に開いたもんね、こいつ。ただただ600円を請求して、センサーで発動して600円を生産しろって言ってくれました。うん、さよう。よし、あとで300円を返す。はい。なんかでも明日も時間ってこっちの方面に来そうだよな。守りうる返すの、あそこ地下に帰るかどうかにもよらない。それは下だったっけ。そう、出た。あ、いいね、来たっていう印みたいな感じですね。ちょっとお守りぶら下げまくってやべえやつになれるよね。また縁結び。あ、縁結びね。だね。あ、うん、なんか飛んでったな。いや、やっぱり、あ、やっぱり。どうした？一言。うん、大丈夫ですね。いやね、ガコガコなんて。あの音は一眼しかねえだろうと思って。違う。あれでバックだったらもうびっくりする。なんでバックするってことや。おお。事故とさ、華厳の滝があるよね、この上に。ああ、多分そっちまで行けてないからね、今日。待って待って待って、これはありそうだぞっていう話。しかもこっちをどんどん見ればいいんだろうな。ん、しかもこっちをどんどん見ればいいんだろうな。あった、8時半ぐらいか。天候は雨かな。まあ言うほどそんな
すごい妨害受けてないからいいや、うん、この雨。いいんだけどちょっとね、カメラとか怖いんだよ。晴れよりはまあ、うん、今なんかすげえ腕組んでいくかなんかふてぶてしく見えちゃったかなと思ったじゃん。悪いなそれは。変な癖なんだ、信号待ってて。明日午前中は曇りっぽいね。その後は、1時頃から 30% です。なるほどね、じゃあ早いうちから自然系回った方が良さそうやね。静かだろうよ、静かに富士山ですよみたいなあの感じの、分かる、なんか謙虚さを感じる。富士山っていうのは覆っていなかった。俺は富士山だぜじゃなくて、そうなんか俺は富士山だぜって言っても文句は言えないところなんか、なかなかセンスがある。あれは謙虚だってな、和の心を感じたぜ。一応富士山って言うんですよ。富士山じゃないんですよ。富士山は私ですよ。あ、なんお前は富士山だもん。無事でございます。最景気やな。私は藤井さんです。あっちは藤井さんです。こういうなんかね、しょうもないことやるとね、多分トップ1500とかもね、1300ぐらい入ってる。藤井さんいや、割とあれな、どこでやってたって言って、星野が分かって、それが一番分かる。言われてもしたよ、富士山系の時だろって言って俺は言うんだけど、あ、そういう感じかって言って、あ、星が言ったんだよ。あ、マジで、いや、知らないんだ。黒さんだろ、最近あの時来てたし、ああいう時。いや、黒さんいねえよ。京都、大阪だぞ、黒さんがいたの。いろいろ話噛み合わないぞ。なんだよね、今回のこのさ、箱根とさ、京都大阪がさ合体してなんか足してさ2でもあった、それを一泊バージョンに変えられたみたいなやつ。本当足して2だよ。面白いことになってくるな。人員的な要素が京都の方に入るんで、ね、道中とか、道中とかあと温泉入る感じ。じゃあこれ、ただワードスクエアっていうね、今までない分野が入り上がるから。ワードスクエアはね、いつか撮りたいと思ってた。ただいい機会がなかったから。今までの俺らってさ、車を使わずに移動するスタンスがあったじゃん、ずっと。あの頃にはもう燃えてたの俺だからね。正直言ってね、ネガポジぐらいからね、ワードスクエアいつか撮ろうと思ってた。なんだけど、電車でワールドスクエアだけ行くのには高すぎるし、そこまでするほどかって感じなんだけど、ここまでし1泊前設けて日光鬼怒川と合体させることでようやく成立される。だから特にあれ、苦もなく組み込めてるでしょ、内容。あ、まあね、うん、来るべき時は来たんで。3年越しぐらい、3年越しのラストチャンス、ここへ来たんで。持ってきといた、動画になったんだろうけど、多分今ほど注目点を置かれなかっただろう。もっと颯爽と駆け抜けていたと思う。ただ金かかっただけの思いしかなくなっちゃうかもしれない過去だと。あ、今の時期で良かったのかもしれない。そうなんです。これ実った何年越しかの思い。
局こう値段払って価値ある動きをずっとしてるから無駄遣いはしてないわ。あんま安いのサイドも本当サイド東証がちょっと高いかなと思ったけど、でも駐車場料金が600円なこと考えるとまあって感じ。1000円以内で、うん、だから配管料も1000円ぐらいで駐車料金が1000円だったと考えるとね、まあ、どれかなって感じ。定休日火曜日だから大丈夫。じゃあ、外れはない。